りした。どうしたの？なんか慌ててる？そうだったの？これはあれかな、沼津と東京で心が通じたってことかな。で、私に電話しようとしたって何かあったの？え、嘘嘘、すごい偶然。実はね、私も君のところに遊びに行きたいって言おうと思って電話したんだ。やっぱり私たち運命の糸でつながってるのかもね。君に会いたいなって考えてたから、神様がその糸を引っ張ってくれたのかも。次会えるのはいつかな、来週かな、来月かな、それとももっと先かなって毎日考えて、そしたらいても立ってもいられなくなっちゃって、待つくらいなら会いに行こうって決めたんだ。本当？じゃあ会いに行ってもいいんだね。今度の日曜日。それなんだけどね、ネットや雑誌でいろいろ調べたんだけど、面白そうなところばっかりで全然絞れないんだよ。ありがとう、楽しみだな。早く週末になれ。